どうも、モハムのレビンです。今日はですね、新宿にあるハンターズバーモーハン酒場にやってまいりました。そして今日はなんとこれです。11月22日から、提供開始されます受付嬢のおすすめ定食をご用意いただきました。拍手。メニューを紹介していただきたいと思います。お願いします。ジャンボシーフードパエリアです。おー、シーフードパエリア、鮮やかな色合いですね。はい、こちらがオードブル3点セットです。これは本当にお酒に合いそうな色とりどりのメニューになってます。はい、でこちらがですね、鶏の丸焼きです。これは本当にゴージャスになってます。で最後ですね、こちらがシュラスコ3種盛りです。これは本当にゲーム上に登場する定食の様子に本当に似てますね。再現されてます。ガシーンと、お、いいですね、いいですね。うん、ジューシーでゴージャスな風味、鼻から抜けるようなですね、ゴージャスな風味でございます。すごく美味しい、ジューシー、本当に。でしかもボリューミーなんで、これ4人で食べるのにぴったしなんじゃないかなと思います。うまい。ではシュラスコ行きたいと思います。こちらは何のメニュー？あ、はい、うん、しかも4切れちゃんと4切れになってますんで、1人ね、戻す時もこうパイナップルにさせますし、うん、ジューシー、ゴージャスですね、本当に。オードブルいきたいと思います。うん、肉汁があふれ出すジューシーなソーセージになっております。そして最後はこのパエリア、お米もちゃんとありますので、うん、あ、結構香辛料が効いてるというか、味がしっかりついてて、お酒にも合いますね、ご飯ですけど。はい、というわけで試食させていただきましたが、なんとこの定食にはですね、ドリンクが4杯ついてきますし、召し上がっていただいた方には缶バッジ4つお渡しさせていただいてます。またランチョンマットも1枚ありますので、ぜひ皆さん召し上がってみてください。またですね、予約制になりますので、この定食食べたい方はモーハン酒場の公式サイトから事前に予約して、モーハン酒場にご来店いただくようお願いいたします。